Google と Amazon みんな使ってる、GAT どうもガタシオです。使ってるの、使ってるの、そうみんなまでここ入ってて使ってるって、うん、はい、本日はこちら123横浜西口店さんで、実践となっています。まあ、抽選がね、しまして番号が載ってるのが、こちらに出ますね。はい、はい、取った機種が、バルブレイブでございます。はい、19,000万円マックスで出すことができる。そしてこの横浜という地は、長くね打つことができるので、まあ、今日はお財布にもたっぷり出てきたので戦おうかなと思ってます。ちょ、最近なかなかスロットにこう向き合ってなかったなと思って、でサラバンで万枚出した時も思ったんだけど、万枚を出す動きをしないと絶対に出ないんですよ、万枚って。で万枚をどこか 6.5 号機から、まあ、6号機からねもう完全に諦めてました僕は。ただバキだったりとかやってる人いるんですよね世の中ってなった時に、俺はそこをなんか理由をつけて座ってなかった気がする。ただ出したい、もうそこだけです今日は。まあ、コンプリートとは言わないです。とりあえず超革命入れたいですね。はい、そこを目指して頑張りたいと思います。はい、今日も一日頑張りましょう。いくぞ沼川、この命綱、命綱お願いします。さあ1枚目投入です。さあちょっと今日ねこのバルブレイブ取ることができたんですけども、1個だけちょっと皆さんまず打つ前に見てくださいこちらね。まあ多くは語らないんですけど、前日がこんな感じのグラフなんですよ。テロップには載ってると思うんですけども、多分変更かかってるはずだと思うんですよ。それがそのままだったらちょっとね同じ感じになるんで、どうなるか、そうなったらねもう実験してやろうかなという気持ちではございますと。でまあバルブレイブ言わずと知れた台ですよ。出るときはねえぐいくらい出ると思うので、まあ、ちょっと期待しながらね。はい、じゃあ早速打っていきます。さあバルブレイブでございますが、設定後一応モード B に滞在している可能性がちょっと高くなるのかな。でモードが A から D まであるんですけど、まあ、そんな俺詳しくはないです。まあ、基本的にはレイアウトを引いてこの左の、ね、ゲーム数を増やしていって、そこで前兆が来た後にチャンスゾーン突入と。チャンスゾーン成功でボーナスできて、ボーナスで、うまいこといくと AT まで行きますよと。通常時はまずはチャンスゾーン目指すといった形でございますね。あとはねこの台設定1から6で設定差ないんですよ。あんまり250分の1から270分の1ぐらいかな。いやほぼねほんと変わんないから、何で設定差つけてんだろうって、多分出玉の性能なんだよね。6でチャンス多いよっていう台じゃないから難しいと思うのこの台は。うちやれてる人いないですもんねこの台で。マジでうちが打ったバルブレイブ、ワンゲーム TV のバルブレイブのサムネ全部載せるけど、出玉のイメージがつくやつがないよね本当に。俺なんて666だぜ本来。その1個奥なんだ。奥も奥でしょ。今日はどんなことだっても超革命は入れないと帰れないよ。昨日みたいなさ挙動だったらちょっと話変わってくるけど、降格中に特定役引かないとドライブとかも行かないからね。さあ紙付きステージで基本的にはまあ前兆、まあ、パイロットステージからもそうかな。8点さあ三打雷蔵ですかこれは。さあ一発目の前兆がこちらでございます。はい残念。今食事制限というものを始めましてですね、ほうお何やってんだという感じではございますよ。ほういつもだったら勝ってうまいもん食い行こうぜじゃないですか。です、ね、基本的にはうまいもん食いたいのは分かるけども、夜8時手前ぐらいまでにしておかないと自分が鉄のね起きて決めてるので、あとラーメンを食べないっていうね。それなんでですか。デブだから。
いやでもね、デブ5っていう番組もねやらせてもらってて、あれがですね2021年の11月に始まった番組なんですよ、はい、始まった頃から厳密に計算すると多分10キロぐらい太ったんですよね。あ、そんなに。そう、この年で10キロ太るってやばいのよ。100キロもだと2キロっていう状態。え、それやばくないと思って、まあ、そこで俺が10キロ痩せてもちゃんとデブだからちょっと体重減らそうと思ってデブ5でデブりすぎた結果ちょっとだけ食事制限しようっていうのを今ちょっと心がけてると。10キロ痩せたら首みたいな話あったじゃないですか。あ、あったあったあった。それは番組始まった時点でのってことですか。まあ、それで計算していいのではないかな。あの不摂生を良しとしてる番組ではないから健康になる分には痩せても OK みたいな感じではいると思う。分かんない、これで俺10キロ痩せましたって言ったら首になったら面白いけど。笑えないですよ、それこそ笑えないですよっていう話をしてると早いもので、ゆきち2枚目でございます。296ゲームで、追加投手です。でこれ2個重ねるときって結構その終わった後に101人競技会みたいなの来たりとかするからあれかなと。あ、アキラだ。このキャラクターを全役と、V 揃いで抽選してるんだね、まあ、しっかりここでこのチャンスゾーン474ゲームね、まあ、メモリは700のところでしたね。いやーもう全役チャンスなんでね、一応なんか各役とかでもなんかもう出てたと思うんだけどね、期待度みたいなのは。やばいなこれラスト、こういうところでなんか引いてるの無理よ。うん、あのねこれすげー知ってる、あの多分だけどこの時点で俺はミミズじゃないと言ってもいい気がするまあでも引けなかったな、10ゲーム間何も引けなかった、何も引けなかったね、今振るわなかったね。まあこの台打ってるし覚悟はしてるからさ、チャレンジしなかったやつにチャンスはやってこねえから、うん、じゃあ今度朝飯部作りましょうよ。朝起きれねえんだよな、そういうなんか体質の改善をしていきましょう。いやまあそうだね、朝ごはんも食べるようになんなきゃダメだよね。ちゃんとこう健康にも良くて美味しいものっていうのは食べてもいいじゃないですか。アサイーボールとかね。アサイーボール、そういうことじゃないの。なんかもう健康にはいいかもしれないけども、俺がアサイーボール食ったら嫌でしょ。いや別に嫌じゃないですよ、まあ生きようとしてる感はありますね生きようと生命維持に入ったなっていうのはあります。それなんかやべえけどな、そうなったら。うん、オッケーオッケーオッケー、多分強チェブンだねこれが。ウィンだ。これ強チェだよ、強チェ。うわ決戦ボーナスだ、54ゲーム直撃。え、直撃初めて言ったけど、これ直撃でいいんだよね。これもらったんじゃないの、もしかして。さあ決戦開始でございます。さあ一応ですね説明すると、下面4つゲージがあるんですけど、これが0になれば AT 突入ですと、はい、で G エッジと敵の攻撃になるのが基本です。でこの後これやばいですね、敵の攻撃くらっちゃったので、ね、ただしもう1回敵の攻撃くらったら終わってしまうというので、ここでまだチャンスを私もらえてますと。はいはいはい、2連続外さなければ大丈夫でございます。さあここで真ん中が来ないと終わるよ、真ん中だぞ、真ん中、真ん中、はい終わりで、はい、はい、ただ一応ボーナス終わった後っていうのは引き戻しがございますと、はい、まあ、ここに成功してれば V が点灯して AT 突入しますよと、まあ、今ちょっとミッチも調べてくれたんだよね、
僕も調べたんですけども軽くは、ただ直撃とかやっぱ出てないですよね。共闘薬とか直撃に設定差はありそうみたいな、あるかもかもみたいな。前日からの据え置きでのゲーム数天井とか、うん、って考えると1500ではないから、うん、多分違うと思うと。しかも演出はこれだったからね。そうですね。で最初からウィンだったからね。なんかそのミミズ設定についてちょっと話すと、はい、5号機の時にミミズ設定みたいな台があったんですよ実は、はいはいはい、知ってる方いらっしゃるかどうかわからないんですけれども、ドリームジャンボ、はい、メッチご存知ですかね。ドリームジャンボっていうパネルがすんげえカラフルだったあかもしれないかもしれない、うん、その台で合ってるんであれば知ってますけど打ったことはないです。おお、やっぱそうだ66、やっぱそうだ、やっぱそう、あれ、そのなんかなんつうの、そのさっき直撃したわけじゃないですか。直撃で何かしらないといけないと思ったんだけど、 AT ぐらいついてないとダメでしょ。なるほどなるほど。だから今めっちゃ無意識で普通にまだ全長中に喋っちゃったけど、まあ、ドリームジャンプの話は今、まあ、この後またこの後で、はい、引き戻しでこれで AT 入りましたよと。さあこの AT 入ったということは今から3つ部位を点灯させなきゃいけないんですよ。この AT 消化中はレア役でこの部位を、ね、ストックするんで、ここで共闘薬とか引けるのが一番いいです。あとは V チャレンジ中にレア役を引くっていうのも一つですね。どうしましょう。いや歌ダメじゃねえと思ってこれでいいかな。プレサーブドローズだ。あ違う、これ歌ってるわ。これ絶対だね。これ一番有名なやつ。さあここだぞ、台の腹を切ってやろうじゃねえか。さあテンポよく行きましょう。こんなん、はい、おい一発目、一発目ぐらいはね。よし、ああよかった。さあこれ1個、まだ1個目だから、1個目だから。まあまあ、さあ基本的にはやっぱ10ゲームですよ2回目以降は。 OK、はい、さあ行きましょう。8、一発目決めたい。ほいほい、諦めないぞ。チーパー早いな。まあ、まだ引き戻しもありますし、まあね、これ知ってんだよな、これいつも通りが、ね、今のところは。ただここからね、また66ゲームはあるんでね、まあ、終わった。やっぱ一度ちょっとズレがありますね。あら、ま、全長中ですね、追加投資です。220ゲームです、追加投手になります。はい、さあ1回ね AT 入って引き戻しはしなかったわけだけども、この台のポテンシャルをね考えたら、まあ、出てないのと一緒なんじゃないですか。やっぱり AT 入ったはいいけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでも大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンゲームなので4番目に好きです。はい、あざっす。4番、4番目に好きか。いや、いいです、引きずらなくていい。4番目か、やめよっかな、俺もおお、ちゃん、でもこれ強い方だね。でも、外れたけど。いや、いける、よし、入るよね。さあ、7揃いよ。革命、革命、革命、起こせ革命いや、マジでこのボラス嫌い、俺頼むぞ、真ん中ぞ、真ん中。ほらほら、もうやってるよな、まあ、これの、もうさ、はい、全然弱い、なんでもない、デフォルト死んでえな、こうなるとな。コーヒー飲むの珍しいですね。
あのね、コーヒーって脂肪を分解する要素もあるらしい。甘い飲み物が全部好きとかじゃないから、コーラも別に飲まないし、たまにさ、久しぶりにさ、あのパイプラインピンチだっけ、あ、パイプラインピンチじゃないや、パイプライン、パイプラインピンク、あのモンスターのピンクのやつ、パイプラインピン、なんか、なんだっけ、パイプラインなんとかって名前じゃないの、パンチ、パイプラインパンチとか、パイプライン なかったっけ、パイプラインピンクのモンスター飲んでたらさ、はいはいはい、え、そんな飲んでたら太りますよとかって言われるの、はいはい、たまると思うよ。パイプラインパンチで合ってましたけど、あったでしょ、あったでしょ、パイプラインピンチって最初言ったけど、パイプラインパンチはちょっと生きってるよな。ミッチーの地元で言ったらね、パイプラインっていうワードすら知らないもん、誰も知らないです。横文字塾行かないと。いや、自分でバカにしすぎでしょ。横文字塾って。さあ、そろそろ60ゲーム付近、60、おお。だと思ったんだよな、これがな。さあ、革命。革命。よし、いやー、うまいな。さあ、またしても革命なしです。いやー、なかなかないんじゃないかな、これもね、感じは。さっきは1回だったから、もう2回っていうのを目指してね、まあ、2回3回。まあ、もちろん最下位はいいけど、まず2回よ。2回やってから比率つかないと。引き分けを目指すみたいな言い方だったから、ちょっと危ねえな。さあ、ここで腹切りチャレンジ。あ、1個目ぐらいはもうパパパッといきますよ。さっきもそうでしたよ、はい、おお。え、何これ、 V を揃えた。ドライブ。そうだ、運命ブーツか。ちょっと待ってくれよ、これ、この2択えぐって、マジで。俺ね、これ大体決めてる。右よ、右よ、右、はい、いきます、はい、よし、よし。いや、すべてかけましたよ、本当にありがとうございますよ。いきます。さあ、ドライブ、これ、これどうなるかよ。100で、100で終わんないで、終わんないでよ、これまだここで分かんないんだっけ。待って、俺初めて、終わんない、終わんない、マジで終わんない、これマジである、あるある、あるある、マジである。え、これで1400枚でしょ。え、まくってんの、これで、やばくない。おっしゃ、やばい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 、こんなんじゃ終わんないって、マジで。いや、行くとこまで行こうぜ、行こうぜ。300、いやー、もう一声じゃない、ほら、おっし。ちょっと待って、ちょっと待って。いやー、これは、これが、これがバルブレイブじゃないの。いや、400じゃないよ、これ500よ。さあ、3500枚。あ、あれ、割れなかったか、割れなかったってことね。ちょっと生きっちゃった、最後。恥ずかしい。初めてのやつで知らないから、なんか3500枚とかって言っちゃったけど。俺もデカめにうわとか言っちゃって恥ずかしい。切っとこう、そこ。中盤、いや、ずるい。え、じゃあ俺の音声をずっとピー入れといて。勝ちそうです。よし、でもまだ、今日言ってるから諦めてないから、俺、まんまいはね。いや、でも、大きく前進じゃないですか。いや、本当にそうよ。いやー。え、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、すごい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 。あらら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 、ちょっと見て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 、399、わお。多分だけど、万枚出すやつってこういう人だよ、マジで。万枚出すやつってこういう人だよ。いや、これはすげえわ、いい年になりそうですね。
いい年になるんじゃなくて鳴らすんだよ俺がここで。鳴らす鳴らすっておかしい小学生みたいな言い方です。いい年鳴らすさせるとかでいいのに。まくったぐらいかもう。そうですね。さあ早いもので170ゲーム以上残した状態で2000枚でございます。さあ3000枚いきました。残り47ゲームです。パチスロとしてはさ、この3000枚出る過程っていうのをもっと楽しむっていうやり方が好きな人が多いと思うのよ、はいはいはい。ただこのスピード感っていうのはこのパチンコがすごい速い時代の中でこの台唯一無二ではあるから、体験したことないとやっぱこの台の凄さって分かんねえもんだなってのは今日改めて思った。気軽にぜひやってみてくださいというのは言いづらい台ではあるなってのは。お、これはエンディ、これはだからもうあれだわ、完走したわ。まず自分が今日使った分プラスアルファっていうのがもう出ることになってると。一旦完走したってことは超革命は多分いくでいいのよ多分。未来への革命ちょっとこれからのガッと石神ってことでしょこれこれからのガッと石神でしょこれ。未来への革命って書いて、そうこれからのガッと石神さあほら終了まで、さあこれで終わりかな。さあコングラチュレーションいただきました。3542万。ここからでございますよ。さあ V をつかみ取れ、つかみ取れるに決まってんだろっていうね。もう今ね1停止目でブーいったからね。よしやるしかないでございます。さあ腹切り腹切り、おし、音ないね。あざます。ヒューヒュー。さあラッシュの4回目。おい、おい、よしよし。さあラッシュもまあそうね、ラッシュ5なんてもうこんなナイス20。あざーすマジレアク引かないとあそこで。あーすごい嬉しい。うわーいナイス20、ありがとうございます。まあやっぱ出てるっていうところで4000枚、ここの超でどれくらいまた乗せれるかなんだよな。レアク、おーよし、音なかったですね。なかった。まあこんだけ長いことやってればこんな回も来るわな。やばい、スイーパー。さあ嘘でしょ、早いよ、全然増えてないよ。え、マジで全然まだ行くと思ってた。10連ぐらいまではもうちょっとひりつく瞬間出てくるだろうなと思ったけど、まだまだだよね全然。さあ、あとでもこうなってくると一応引き戻しなんだけど、いやどうなんだろうなここの引き戻しは。バルブレイブすげえな、だってもう同じ時間やったら8000枚で持ってる可能性があるわけでしょ。刺激4000枚がめちゃんこ早かったもんな。これで66ゲーム。ああ分ならなかった。さあ、ですね、一応今4000枚以上持ってるんですけど、一旦引き戻しはなく
っていう形でした、はい、時間もあるし生もあるので引き続き打っていこうかなといった感じですね。だから今日もあもうスイカとかブイとかいらない。1ゲーム目で勝ったわ。決戦ボーナスって書いておきますね。え違う超勝ち目なしって書いておいて、まあ、そうですか。じゃあまずは決戦ね。あ決戦じゃない決戦じゃない、あだあもう言った通りじゃん。俺革命ボーナス3000ゲーム以上やってねえよもう。君たちを、うわー天下地で1000枚なくなってんだもんこっち。お願いします。チーパワー、おおチーパワー、おお3回目来るねこれ。こんなね心配はしてないですよ正直。してないよ。あマジかやめてよやばすぎ。何この台やばいってマジでしょうもな。3000枚持っててこの感情にさせてくる台なかなかねえよ。青なんだよな。おおおうまい、うまさあもうねさすがにそんな毎回毎回決戦ボーナスありません。素晴らしい、よかったマジでよかった。革命ボーナスさあここからは666枚払い出さなきゃいけません。ここはとにかく払い出しを祈って打つしかないですね。うわなんか偉いの引いたな。チャンス目だね。これでホールドしないようなことがあれば逆にチャンスよね。まあホールするよね。だから ホールドは基本的にはベルダビ2回ですね、はい、なのでこの間にハマったりとかした方が、あー行く、あー悪いよな。こうなったらもうバカみたいにホールドしてもらわないと。難しいなちゃんと。うわラスト1さっき来た。しかもいやさっきのレア役か。レア役ここで終わるかどうかね。終わんない。4個もらえるわけか。じゃあこれで待って、あと自力でなんか、あ自力でどれくらいいくかだよこれ。あと終わんなよ。もう次だから引けなかったら終わり。あと4連続ベル。いや引ける確率は全然ありますよね。そう今までやってきたんだもん。今までそうやってきたんだから。あーマジでマジでこれうまい、めちゃくちゃうまい。いやーマジでよかった、マジでよかった。よし、さあここで蝶に入れるのがこの台の一番楽しいところでございます。帰ってきたぜ。さあ腹切りしますよ腹切り。さあ腹切りチャレンジ。お革命ラッシュって言ったねレバーオンで。いやマジでここの違和感演出のね、なんだろう、ここの演出めちゃくちゃ気持ちがいいんだよね。気持ちいいところがここに詰まりすぎてんだもん。さあ行くぜ行くぜ腹切り。おおうまい、マジでうまい。
これはハラハラするぜマジで。超に行かせてくれ、また超に行かせてくれ。今まで楽しめなかったバルブレイブを今日全部楽しんでる。ここまで来たら流れつぼなんだこっちには。レアクトが引けもやば、マジでやっぱ言霊があります。やっぱ言うのは大事ですね。いやめっちゃだって言うべきよマジで。すげえおもろい。うわー聖地ルート、さあ2回目の超革命ラッシュです。ねスーパー、さっきめちゃくちゃしょぼかったんで今回こそもっと続けなきゃいけない。さっきをまず超えなきゃいけないね、大前提としては。さあおっ、よしあったんだろうね。じゃあ、あとはもう腹切り待ち、すぐさせる。あ、こんなところじゃ終わらんよ。そんな終わるわけないんだよ。わあ、怖い、もうめっちゃ怖いよマジで。もう最後まで行くなってマジで。おおおい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 、100だったら割れる可能性もまだ残ってる。オッケー、あのねこのパターンのカラキリは1回あったね俺。こんなに有言実行します、カラキリすぐやるって言ったもん、ね、コンプリートします。そう有言実行できます、ねね、今日はできます。いつもできないけど今日はできます。あのただ言ってりゃいいだけじゃないね流れつぼがあるから。さあ100ゲームあっという間でございました。さあまだまだ続きますよ、レッツゴー。よし、ナイス。こんなところだ。やっと止まるかい。ナイス、ナイス。さあ、まだまだ、まだまだ続きます。こんなんで終わるわけねえだろうがよ。マジで最後まで引っ張んないでほしい。さあ5000枚超えましたね持ち玉。いや着地からだよストック。わお1%よ1%。やっぱ本当に引き続けたらいつかね、そういうことですね、いつかやっぱちゃんと抽選してくれてんだなってのが分かるわ、うん、あナイス20、はいはい、さあもうちょっとスリラックス。めっちゃ気持ちいいねこのプーンっていう。さあラッシュ10でございます。さあダメでしたね、やっぱ中身そんな知らない台って出るんだ。パラキンチャレンジ、はいナイス。あここだ、ほらそうだ、やっぱ ここだったわ。50これで、あーおーナイス。まあまあ50でもいいですよ、言ったらだもんね。さあ2000枚オーバー。
いや、まるまるプロ決定戦の時にさ、俺初代ガロプロいただきましたよ、はいはいはい、その時言ったけど、俺が今日ホールにいるやべえやつです。いるじゃん、なんかなんであの人やべえなっていう、あの人に慣れてる。マジで今日本当に調子乗りすぎて、山岡やって知ってるって俺聞くところかもしれない。それは調子乗ってます乗ってるよね。ちなみにガット石神は今ね、ラーメン屋にいるところないし、ラーメン食べてるところをもし見ようものでしたら、証拠を送っていただければですね、私その場で2万円差し上げますっていうね。身内に向けても言ってますから。言ってる言ってる。だからってあれだよ、お昼ご飯ラーメンさせるのマジで良くないから、ね、俺は誘ったことないですよ2万円に飢えたやつらですよ。だって今日6人いるから12万かって計算してたからね僕はそれから今鉄の意志でね、固い気持ちで1ヶ月はまずね禁酒しようと思ってるんで、はい、食わないっていう鉄のねと気持ちで今やってるよと。いいぞ、いいぞ、いけいけ、いやもう最後までは落ち着いて、うわマジか。さあ2316枚革命ラッシュ11連ですね。でこのあと一応引き戻しがあるんで、そこはまず見てみましょう、はい、着実に増やしました、はい、まあ、一撃2000枚いったのもあったんで。さあここで、あ、60の引き戻しはなしかな。はい、66も抜けて、ちょうどね入った前兆も抜けた状態でございます。お疲れ様です。バルブレイブってこうなんだっていうのをね今日体感できてますね。朝言った通りというか、オープニングで真ん前に出すための動きっていうね。で本来だったらさ、やっぱさ収録してるテンポとかのさ距離とか考えたら、この辺で、まあ、キリーシュなっていうのがあるあるというか、正直、まあ、地元横浜時間は有限の中で無限にあるみたいな感じ。もう行くとこまで行っちゃおうみたいな。もう一回超とか入れて一番に手がねやっぱ伸びそうであれば、はい、もうちょっと頑張ろうかなと今日思ってます。とりあえずもう今ポジティブに分回しましょうかね、はい、そうですね、はい、行きましょうか。行ってきます、はい、行くぞ。いやーっと同じリアクション取ってる。あーあーノーマルなんだよな、全然強くない背景は。ちょうど1000ぐらい回したんですね。そうね、まあとりあえず次の CZ で当たってくれないとより厳しい状態が続いちゃうかなっていう。どんなことだっても次革命ラッシュ行かないと逆に終われないなって気持ちあるけど、入れちゃってる分ね。よし頼む、ここだ。147、ここ外したらもう絶対天井まで行っちゃうからここだな。さあライゾー、ライゾー行きましょう。来ない。よし、もうベルでいい、ベルでいいよ、ベルで、ベルで揃っちゃおうぜ。ほらよし、マジで危ねえ、やったかった。さあどっちが来るかです。ここもうここのボーナスで7で来い、7で来い、7。よし、いやーマジでここでクリアしないともうマジでもうしょうがない。いやもうダメよ。いやーこっからは無理よさすがに。いやーやばすぎ、しんどすぎ、これはこんな無理でしょう。まず66までね。そうですね。ブラックアウト来い。来ねー。なかったね。
理想はもうワンボーナス1回。まあまあそうですね、うん、でそこでもう AT 入んなかったらもうどんなことあってもやめていいかなって、プラスのうちにやめれるし、だからそれ以上次 AT まで行き過ぎるのは追いすぎかなと思ってるから。あと後半のこの感じで言うと別にぶっちゃけ設定差があるところは今日1回も出てないから、その直撃が気になるけど、そこだけで追っていい台なのかってのもちょっとあるし、そもそもねバルブライブって設定6でも勝率 50% ぐらいって言われてる台だし、まあどの設定かは分からんけども、今こんだけねあのうまいことやれてるうちに、なんなら今4000万円持ってやめてもいいんだけども、スロッターとして考えたらここでやめるのちょっと違うかなみたいな。これはしんどいって391ゲーム9万もうリプレイ引いて刺すしかないよもう。ダメ、来い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 、おい、おーそろう、なんか今ちょっと遅かったの分かる、なんかめっちゃ遅かったね、なんかちょっとした違和感があったんだけど、よしあれですよ、ちょっと待って、これマジで当たんなかったら俺は今日やめるぞマジで、マジで AT お願いします、はい、よしマジでここ絶対に通す、無駄がない、いいね、いいよ本当、ここでベルを引くために俺は今日生まれてきた、さすがに行った、これは行った、いやよかったよかった、あと1回、10ゲームで全部ね外したってことないからな、よしやったぞー、俺ありがとう、ネットフェンディった、いやマジでありがてえ、さあありがとうございます、このあとだからね問題なのは、ここやっと立てましたと、頼むマジで頼む、ここあんだけ蹴ったんだもの、まあまあ、さあよし行くぞ、うおっし、うまっ、おだから どっちかだよね、1個あった方がいいから、ここのあれは、うん、まず一発目ナイス、いいよ、さあ頼む、ここよ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 、はい腹切り、ナイス腹切り、終わんない終わんないよ、こんなんで終わんなって、お前マジでマジでマジで、いやまあ俺が知ってるこの学びラッシュだよな、これがまあ、66はまあ期待して、そうね、ここの66だけは見ないとって感じやな、4回目革命ラッシュが今日こんだけ回して、おーい、やーば、脳汁えぐいて、ちょっと革命2個、これ2個あと1個で、やばいなマジで、あと1個85分の1引いたから14ゲーム、
美味しいゲームありがてえ。やべえマジ超大事、めちゃくちゃ大事な、今日なら通せますよ。そうね、今日の引きはね、通せる引きだからね。ショージーパワー注入、よし、ここでレアク、諦めないよ、いいよ、ラスト、ここで頼む、マジでダメだ。なんか分かってた感じあるけど、これはしょうがない、これはきついって、もう分かってるよ、なんかきついの、なんかそんな行く、こんなうまいことはいかないの分かってたけど、なんか流れよ、でもまあまあまあ、またじゃあね、プチョンってやればいいんだけどね、こうレアク引いてんな。さあプチョンするならここ、うわっ、終わったな。はい、ということでね、66ゲームも抜けました。これ以上設定が不確定な状態で追うのはまあ難しいかなっていうのと、今日はね、そのうまいこと超に行ってるから出玉がある状態でここまで打てたのもあったので、これ以上打ったところで同じような展開が出玉減らすような展開になっちゃうのが怖いなっていうのもあるのと、今日こんだけお店強い中でね、バルブレイブは多分今日ないんですよね。まあちょっと違うかなっていうのがあるので、やめます。何枚狙える日はね、今日で最後じゃない、今日が最後じゃないので、今日に満足しないでまだまだちょっと打つ機会増えたらいいなとは思ってます。最後までご視聴ありがとうございました。はい、本日123横浜西口店のお値段チェックいきたいと思います。さあ、オキドキゴールド、この辺ちょっとめっちゃ出てますね、3台並んでる感じなんですけど、出玉エグいですね、この辺もしっかり出玉ありますね。はい、で本日オールっぽいのが多分このリオエスだね、リオがオールで出てるのと、この2台に関しては別積み状態ですね。あと強いのがハードボイルド、ここもオールって言ってもいいぐらいかもしれないですね。増大してるカバノリなんですけど、配分高い、箱結構使ってる人多いのと、まあ、空いてるところは設定ないのかなって感じなんですけどね、この辺強いですね、カバネリが別積み2台パンとあるのと、まあ、上も何台かあるので、まあ、カバネリはかなり配分が高いと思います。なのでペルソナが、5台中3台は箱積んでる感じなんで配分高そうです。アクエリオンが結構また強いですよね、前来た時もね、アクエリオン強かったんですよね。6台中5台は箱持ってるって感じかな、相変わらず強いっす、めっちゃ出てます。エンディング実戦終了、はい、お疲れ様です。収集からいきましょうかね、はい、46枚貸しなので、年25本、回収が4270枚、なので、プラスの3120枚でございます。いやプラスなのよこれがね、大幅にプラスなんだけども、はい、今日はいけるぞっていうところからのこう失速からの耐えみたいな、バルブレイブっていう台がどういう台なのかっていうのが今日ここで、あ、やっと理解できたというか、そこは良かったなってすごく僕は感じましたね。今日1日打ちましたけども、はい、1回僕が打ったね、班長の動画ではやってんだろうとかいろいろ言ったけども、うん、まあ、やってない展開もこうやってあったので、今後ともね、まあ、ワンチャン狙いに行きたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。